ドに行くときに自分では絶対に子供に着せないコーディネートで子供が出かけると言ったらどうしますか？こんにちは、ベンネです。ママの皆さんにズバリ聞きたいんですが、子育てをしていて子供の一番伸ばしてあげたい部分ってどこでしょうか？個性、特技、才能、いろいろあると思います。子供たちも9歳と7歳になり、私も母親10年目に突入したわけなんですけれども、私は子供ができた頃から重要視しているのが子供の主体性です。自分が理想としている子育てがしたくてここスイスまで来てしまいました。子育てには正解はありませんが、今日の動画では私独自の視点でどうして主体性を伸ばしたいのか、そのために私が何をしているのか、で海外と日本の子育ての違いについてなどお話ししたいなと思います。同じママさんからのご意見やコメントもお待ちしております。自主性とは少し意味が違い、自主性というのは指示を受ける前に自分から進んで行動ができることですが、主体性とは自分の意思とか判断をもとに責任を持って行動できる素質のことです。この対義語が協調性になります。協調性は自分とは違う意見の人と協力をしながら一緒に同じゴールを目指す素質のことです。この2つはバランスよく持つのが理想的だと言われていますが、それでも日本社会では重視されるのは協調性の方 で、海外ではこの主体性を重視する国が多いです。ビジネスで言えば会社員は協調性がある人が求められ、起業家は主体性がなければ伸びません。私はこれからの時代を生きる自分の子供たちに主体性を強く持って生きてほしいと願っています。私自身は協調性を重視して育てられてきたと思いますが、会社員生活っていうのはとてつもなく窮屈 で、その後専業主婦から個人でメルカリ物販を始めて、で起業した今、自分自身で道を切り開いてこそ人生が本当に自由になると思ったからなんですね。会社員としてうまくやっている人はとても協調性が高い人が多いですし、それもまた才能だなと思います。小さい頃からみんなで仲良く協力してやろう、周りに迷惑をかけないようにというのは、親とか学校などいろんなところで言われてきたことで、それが当たり前のマナーだと思ってきました。そして大人になると長いものには別れろということわざを学びました。超ブラック企業で勤めながら深夜0時終わり予定の社内ミーティングを残業代なしで入れる社長に文句一つ言わず頭を下げる上司たちを見て、上に背かず忠実でいることが正しい社員のあり方だと、私の本質は多分その協調性に反していたんですよね。主体性が勝っている自分の本質に気づかないまま成長してくる中で、生きにくいなと思ってもそういうものなんだと言い聞かせてきたんです。でも海外の旅とか長期滞在を通して、もっとこう主体性を出していい、もはや出さないと生きてはいけない外の世界の方が私は生きやすいんだなと気づいてしまったんですね。ただ私自身が協調性より主体性が高い人間だったとしても、それが人間として正解ではないわけで、日本で子育てをするならなおさら子供には協調性を持って成長してもらわなければいけないという気持ちがありました。そしていざ子育てを始めると、主体性全開で旅をしていた私から協調性を重んじる日本人の私に戻っていました。子供にお友達もみんなやってるよって言ったり、子供の気に入ってるおもちゃでも貸してほしい子がいたら貸してあげたらというふうに促したりとか、全部が全部ではないんですが、自然と自分が育てられてきたように協調性に重きを置いた教育っていうのをしていたんですね。でも長男の言葉と理解力が平均よりも結構遅れているということに気がついてから、周りと合わせるということをやめました。息子は息子で他の子と同じである必要は全くないと思ったんですね。それでも周りは勝手にもうそれぞれの平均の物差しで息子を見てきますし、いらないアドバイスを受けることもたまにありました。そんなうちに海外で旅をしながらベビーシッターとして家族の中に住み込みで仕事をしていたことのことを思い出して、海外で子育てしてみたいなと思うようになったんですね。例えばなんですが、ディズニーランドに行くときに自分では絶対に子供に着せないコーディネートで子供が出かけると言ったらどうしますか？ディズニーなのに鬼滅のコスプレとか、露出度高すぎとか、それはちょっとディズニーには合わないんじゃないかなとか、こっちの服の方がいいんじゃないとか、そういう風にアドバイスして着替えさせる人が多いのではないでしょうか。でも海外だとユニークだね、クールみたいな、
ママも同じく着ていこうかなとか、まあ、そんな風に言ってしまうことも全然あります。ありえないわとバッサリ切られてしまうこともあると思いますが、私は子供が決めたことに対しては可能な限り否定をしないようにしています。その代わり私は親ですけど一切責任を持ちません。例えば外におもちゃを持っていこうとしたら、まあいいけど忘れたり落としたりしても、まあ、ママは知らないよ、ママに後で持ってって言っても、もう絶対ママ持たないからねっていう風に、まあ、あくまで完全に自己責任であるということを伝えます。実際にそれで誕生日にもらったばかりのカメラを娘が外に持っていって水没させてしまったことがありました。娘は大泣きしていましたが、娘の責任で外に持っていくと決めたことなので私は怒りませんでしたし、外に持っていったらこういうことがあるってことだねという教訓にしました。それ以来外におもちゃを持っていくのはだいぶ慎重になりましたね。ちなみに学校でも2年生までは学校におもちゃとかぬいぐるみを持っていくのも OK でした。ですがおもちゃを持っていく場合はそのおもちゃをクラス全員の前でプレゼンしないといけないんです。そして壊れたりなくしたりするリスクがあることも踏まえての自己責任。一辺倒に不要なものは持ってこないよりも主体性に重きを置いていて私はいいと思ったんですね。お気に入りのぬいぐるみを持っていけることで心が安定する子どもたちもいました。こういう環境に子どもを置いてあげることができるのは親だけです。でも海外移住はもちろんのこと留学もそんなにハードルが低いことではありません。私は海外で子育てがしたくてインターネットだけでできる仕事を模索し、で自動化物販にたどり着いて物販利益を貯金してここスイスに移住することができましたが、この結果はもう様々な幸運もあって到達できたものです。子どもの主体性を伸ばすのに一番重要なのは自分主体で動く私たち親の姿を子どもに見せることではないでしょうか。親の背中を見て主体性を伸ばした子どもたちは自分たちの力で人生を作り上げていく力がつくと私は信じています。子どもたちの未来のために頑張るママやパパを私は本気で応援します。私の公式 LINE では私が海外移住費を貯めたメルカリ物販をはじめとする初心者向けの在宅ワークに関する有益な情報を無料で配信しております。子どもたちの教育にもサポートにもやはり必要となってくるのはお金と時間、その2つを得るために在宅で仕事がしたいとお考えの方はこちらからお気軽に友達登録してくださいね。YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。